が京都の四季をテーマとしています。四季や生み出す色とりどりの色をどうかご覧ください。精一杯演舞いたしますので、どうか手拍子、足拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。最先、それは良いことが訪れる前兆。最先を感じた時、人は自然と笑顔になる。Thank you.